韓国の国民的アイドル IU さんが実践して痩せたと話題のダイエット法 IU ダイエットについてお伝えしていきますね。 IU さんは身長161センチで体重が44キロというこのね素晴らしいプロポーションを保っているということなんですけれども、その方が実際に行っているそのダイエット法詳しく今からお伝えしていきますね。でメニューがあるんです。で IU さんは今からお伝えするメニューを、まあ、3日間ほど続けていくということだそうなんですね。では早速していきましょうね。まず基本メニューの朝ごはんです。こちらです。リンゴ1個召し上がるそうなんですね。こちら。そしてお昼にはさつまいもを1本、またはこちらバナナが、まあ、2本召し上がるそうなんです。そして夜は何を召し上がってるかというと、こちらプロテイン飲料なんですね。そして1日かけて水分です。彼女はお水だけ3リットル飲んでいるそうなんです。これ結構すごい量ですよね。なので今お伝えしたこのメニュー以外は口にはしないという生活を、まあ、丸3日間続けるということなんです。でトータルで1日のこの、まあ、大体のカロリーなんですけれども、まあ、もちろんこの大きさとかに、ね、よると思うんですが、大体550キロカロリー前後ぐらいしかまあないということなんです。これは痩せますよね。痩せると思います。あなたもこのメニューを実践されると痩せると思うんです。でここで今から私美腸活専門家として、そのさらにあなたがこの IU ダイエットを行う上でワンポイントアドバイスさせていただきたいと思います。そのことでさらにそのダイエット効果が上がりますから、ぜひここからしっかりご覧ください。でまずこの朝ごはんのリンゴです。1個ね。でこちらはぜひ皮ごと召し上がっていただくと良いと思うんですね。やはりこの皮に栄養が入っているわけですし、普段その召し上がっている食事よりも圧倒的に減らしていらっしゃるわけですから、もうここはしっかりと皮付きのリンゴを食べていただく。また、まあ、全体的に言えることなんですけれども、もうよくよく噛んで召し上がっていただきたいんですね。でその噛むことで栄養の吸収も良くなりますし、何よりもその満腹中枢が刺激されて、このまあ少量でも満足できる、まあ、空腹がまあ起きにくくなるわけですから、まあ、しっかりよく噛みましょうということです。では次お昼なんですけれども、あのあゆさんはさつまいもの日もあれば、まあ、バナナだけの日もあるということなんですが、私このさつまいもですね、特にもしあなたが便秘であれば、あのさつまいもばっかり食べてしまうと、実は逆にね、あの便秘ひどくなってしまう可能性大なんですね。なぜかというと、こう、ね、不溶性の食物繊維なので、まあ、要するにその食物繊維のそのこうもさもさした感じといいますか、こう繊維質が非常に多い、まあ、ごぼうとかもそうですけれども、こういった食材っていうのはこればっかり取ってしまうと、やはりあの逆にこう詰まってしまってですね、ちょっと便秘辛くなるかもしれないんですよ。なので私はもしこの取り組む時に便秘がちの方は、ちょっとさつまいもだけというよりは、先ほどお伝えしたこのバナナの方をまあこう交互で入れていただくとね、あのいいと思うんです。便秘って辛いじゃないですか。ただこのバナナ2本ですね。でこのバナナは先ほどのリンゴと比べるとお体を冷やす果物なんですね。であんまりその冷やしてしまうものばっかり食べてしまうと、そのあなたの腸がやはりこう動かなくなってしまうんですよね。で結果その悪玉菌と呼ばれるデブ菌をその元気にしてしまう可能性がありますから、こちらもよくよく噛んでいただくとか、ホットバナナにしてこう温めて食べていただくっていうのもいいと思うんですよね。で、まあ、このリンゴやバナナはオリゴ糖がたっぷり含まれておりますから、あなたのその腸内環境を良くしてくる食べ物ではあるんですよ。まあ、さつまいももそうですけども、ただし、まあ、取り方に注意ということですよね。大丈夫でしょうか、ここまで。なので私ご提案としては、さつまいも1本とバナナまた2本っていうよりは、
1日のうちにこのさつまいも半分とバナナ1本とかでもいいと思うんですね。で次夜、これプロテイン飲料と注意なんですね。私が今お伝えしたこのプロテインは植物性由来の大豆プロテインなんです。ですごく添加物も少なくって、大豆とココアパウダー、これチョコレート風味で別に甘くないんですね。カカオ 100% の粉末が入っているだけなので、そのチョコレート風味をこう味わう、飲みやすくするためのもので入っているだけですから、すごくおすすめなんですよ。で本当に中にはプロテイン飲料ってこうお砂糖が添加されてたり人工甘味料が入ってたり、もうなんかカカいっぱいいっぱいやっぱりね入っているものがありますから、プロテイン飲料を選ばれるときは、私は特に女性の方はね、大豆プロテインおすすめしたいと思うんですよね。やはり女性にとって大豆タンパク質すごくいいこといっぱいですから、こういった大豆プロテインをおすすめします。で作り方は、1日だいたい 20g ですよね、この付属のスプーンで1杯ぐらい、すり切り1杯でお水に溶いて、こういったこうシェーカーに入れてよく振って飲むんですけれども、このダイエットをする上で注意点が、いきなりその食べる量を減らしてしまったりとか、普段の食生活がその悪玉菌が喜ぶような、お肉たっぷり、油たっぷり、お菓子たっぷりみたいな方が急に始めると、おそらくですね、頭痛が出やすかったり、めまいやこうふらつきがね出やすくなってしまうと思うんです。その時にやはり危険ですから、十分に気をつけていただきたいんですね。でその時に、お水で作るよりはちょっとそのおつらかったら豆乳で作っていただくのもいいですし、豆乳が苦手な方は、牛乳でもよろしいんですけれども、牛乳は動物性タンパク質になるので、ちょっと急にこのダイエット中にそういったのを入れると辛い、お辛いだろうなと思います。でまたプロテインっていうのは、これは大豆でしたけれども、動物性、ホエープロテインといって、その動物性タンパク質からできているプロテインもあるんですよね。そちらはどちらかと言いますと、ハードな運動をしている方、アスリートの方とか部活生の方とか、そういった方はですね、動物性でもいいと思うんですけれども、普段そんなに全く運動しない、女性の方であれば、やはりこの大豆タンパクのプロテインがおすすめなんです。さあいかがだったでしょうか。まず、今回の動画のね、アイユーダイエットのお話まとめますと、まず基本メニューがあります。でこれらの材料はすべてダイエット向きですからいいと思うんですが、先ほど、アドバイスさせていただきましたものをさらに取り入れていただきますと、あなたの取り組むこのアーユーダイエットがさらに効果アップということになりますので、ぜひぜひ取り組んでみてください。でまた私はこのダイエットメニューですね、やはりこの美腸活専門家としては、ちょっとこれを追加していただくとさらにあなたにとって有効なメニューになるだろうなというそのアイデアがあります。また今後別動画でアップしてまいりたいと思いますので、ぜひそちらの動画もお楽しみにされていてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようにさまざまなダイエット法、健康法、腸活法をお伝えしております。そのことで女性の方が綺麗で健康的に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。でまた個人的にご質問されたいという方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ぜひご登録後、直接私まで遠慮なくご相談くださいね。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。